今日はいいね我々、はい、スケベ悪魔の二人にとっては、はい、とっておきの回かもしれない。とっておきです。だってセクシー、一応セクシーをコンセプトにもしてるんですよね。セクシー、そう、まあそうですよね。書いてあったよ番組説明には書いてあったよ。なんかちょっとうんみたいな感じで、もう勝手にセクシーや、僕も思ってた。僕も勝手にそう思ってた。しかも目があったとか言うてきよった言うてきよった。絡まれちゃった、絡まれちゃったね。っていうか、ちょ、これ見てくださいよ、ペロリナ様が買ってくれたん、ついに買ったで、ありがとうございます。クリスマスプレゼント、うん、クリスマスプレゼント。もう年も明けて3ヶ月ぐらい経ってますけどね、多分。そう、経っちゃったけど経っちゃったけど、まあ、ボロボロだったじゃん、はい、ボロボロでしたね、汚れだらけで。いや、ほんまに会社一向に買ってくれへんから、俺3年ぐらい言い続けたで、今日買ったらいいことあるんで、いきますか。そうだね、そういうこと、ご褒美欲しいね。ご褒美ね、ご褒美もらいに行きましょう。こっち来ますよ、こっち来ますよ。どうもお久しぶりです。逃げ て逃げて、私が守りよく見たら知ってる、知ってる、知ってる。一つ僕はね、もう絶対忘れへん出来事がありましたからね。何何、てかあれですよ、僕コーペローとしてデビューさせていただいて、第2戦目、スロバカ兄貴とおてんば娘の回、川原さんいはって、俺やりたてやで、まだやりたてね、本気のドッキリかけられて。えっ、そうだったんすか。あ、ペロちゃん覚えてないって。覚えてない。 おい埼玉だ、埼玉。さ、そこまで僕も覚えてないですけど、やしよやしよ、場所は覚えてないですけど、埼玉、埼玉。京さんブチギレて、えスタッフにブチギレる。これ見てない方ぜひ見てください。あの、俺泣いたんで。そう、泣いてた。え、ガチ泣き。終わった、番組その時点2回目で俺終わったなと思いましたもん。あ、やったやった、やらかしたと思ってぐらい、ほんまに怖かったんですよ。いや、すごい楽しかった思い出がありますよ。で、楽しかったちゃう。俺めちゃくちゃバッドモーニングやったんやから、あれ俺生きてきた中で一番のバッドモーニングやったんやから、あんなことなかってんから。いや、またお会いできてるし。そうですよ、それのリベンジ行きましたよ。あら、で、はじめましてですよね。はじめまして、よろしくお願いします。悪魔です、悪魔です。ドッキリですか、これは。これはドッキリじゃない、ドッキリじゃない。ドッキリみたいな感じのメイクだけど、ドッキリじゃないです。もうドッキリしました、もう。ドッキリしました。あの、すごい天然な方ですか。あの、そうですね、天然という一言では言い表せられないくらいの天然。今日ね、すごかったです。朝、僕が車で来て、はいはいはい、まあ、ちょ、地獄からあの直接現地入りやったんですけど、あれやったんですけど、うん、車の中でこう会話されてるんですよ、うん、だいたいかがりさんがこう喋りかけるんですけど、うん、だいたい川原さんわからないんですよ、うん、何みたいな、ハテナが、ハテナがすごかった。でも、もう、あの、本当にまだ、まあ、数えるくらいしか会ってないは会ってないですけど、はい、なんとなく、あの、スルーするっていうのを覚えたんだ。本当に大事です、はい、それ。確かに、すでにスルーしきる。3回に1回ぐらいスルーしてました。全然大体流してました。うま、うまいこと流してました。いいんで、それで。でも、えーとかはーとかめっちゃ多かったです。なんかすごい、お願いします。もう本当ニュータイプですよね。ニュータイプ、そうなんですか。え、本当ニュータイプ。同じタイプの演者さんとかいないかも。いやいや、ほんまにそう思いますよ。ほんま10年に1回会うぐらいの人です。本当、本当に それぐらいのニュータイプの方で。ないですよ。そんな方にちょっと申し訳ないんですけど、僕ら乗っ取りに来ました、はい、遊びに来たんじゃないんで。早速、はい、始まったばっかですもんね、番組。そうですよ、そうなんですよ、始まったばっかでね。そう、びっくりですよ。まだ目標も達成1回もしてないんで。そうでしょ。この番組のコンセプトとして、はい、あの、写真を、あの、写るんですですよね、はい、あれ撮って、はい、何が写ってるかわからない状態で視聴者にプレゼントするっていうやつですよね。だからすごい写真が写ってる可能性あるんですよね。はい、もう やばいのも撮れちゃってる。やばい、なんかこう、お豆がポロリみたいな。このもう可能性もだからなきにしもあらずってことですよね。でもね、ちょっとそれね、プレゼントやっぱしないといけないじゃないですか。そうなんですよね。終わってしまう可能性もあるますから、その番組がね、プレゼントできひんかったら、それにちょっと僕ら乗っかろうと。そういう感じ、今日そういう感じです。あの、僕らが買ったら、はい、うんうん、ペロリナ様が、はい、お二人の、はい、ちょっとあの、勝手にスケベなイメージ持ってるでしょ、はい、スケベなものをちょっと取らせていただいて、えまたで、僕らが負けたら、あの、まあ、ペロリナ様を好きなようにしていただいて、好きな人にしてください。いいの、いいの、好きなようにしてください。あらららら、はい、脱ぎましたね。脱ぎますよ。脱いじゃいますか。はい、こちらもすごいですからね。いや、こっち脱いだらすごいよね。で、脱いだらすごいですよね。噂によるとアイカップって聞きましたけど、あれほんまなんですか。いや、あんたが言った時に喋ったんで、うん、そうそうそう、番組で言ってはりましたよ。言ってた。
そうだよ。それ今言ってました。えぐいっすよ、だって。数えてる数えてる。いや、やっちゃう。わからんよ、ね、もう。だそれを。それをっていうか、それをっていうか、取らせていただくような形でもよろしいですか？はい、よろしいですか？いや、まあ、負けたらね。あ、そうですよ。負けたら、それはもう、まあ、そちらに染まるわけですから、ね。でも今まで一回も勝ってない雑魚ですよね。そんなことはない。そんなことはない。一回ぐらいぶっ込まなあかんかなと思って。勝ってないですね。ちょっと舐められたらあかんので。はい、それでよろしいですか？あと、まあ、落ちももちろんね。はい、あのしていただきますけれども、はい、よろしいですか？いいでしょう。あ、よし、いただきました。はい、それじゃあね、いろいろ異色な組み合わせですが、出せるんです、乗っ取りするぞ。守ります。うわー、違う違う違う、まだまだまだ、それあのあれなんですよ、マウチであの食らう、ね、めっちゃおもろいでしょ。そう、やばい、すごいでしょ、この点、これやばないですか？並んでる時もちょっと喋ってたんですけど、はいはい、本当に面白かった。いや、もうほんま10年に1人ですよ。間違えました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 から。じゃあ頑張っていきましょう。はい、頑張りまーす。お願いします。搭載されてる新パネルですね。あ、はい、おはようございます。新お庭行ってる。あ、でもバイオやっぱそこ行くよね。鏡いっか。うお、ギリやんね、鏡。うん、これにします。それやってみようかな。初打ちですけど、それでは行きます。レールガン、ちょっと初打ちなんで、完全に全く打ったことないんで、解説見ながらになると思うんですけど、うわー、画面が降りてきた、すげー。お、シスターズ、散策中、捜索中。え、やっぱり弾けなかったのに。よし、パネル昇格。終わってない。まだ終わってない。まあ、でもさっきのめっちゃもったいないってことですよね。うわー、
高いよねこれ。下手。え、赤のがいいですもんね。下手。下手じゃん。あ、まだこれ1エピソード1ね。これが続いたらいいのね。あー続いた続いた。3まで行きたいところかな。ここで置けます。ここやばい。緑、緑ですか。今ですの。あーダメだった。あ、もうこれでほんまダメだったんだ。よし、これで行くぞ。火薬引かなくても行けるぞ。マックスになったら終わるんだ。うわー来ました。あっ、まあここで子役を引かずに、いけるいける。あ、やりました。4分の3取った。4分の3って言わないか。どうなんだろう、赤。ベッドボタン押しちゃった。ここ越えたい。うわー、ちょっとやばいじゃん。ボタン弱くない？うわ。ちょっとしんどいよ展開。あ、金になった。なるほどね。トランク、ちょっと今日はこの7トランク USA 図柄狙いでやっていこうかなと思います。まあ、打ち方を変えるっていうのはね、オーソドックスなやつもいいですけど、こういうのもまあ面白かったりも、違うこう楽しみが見えたりもするんで。でも映るんですって、映るんですって。今またなんかちょっと若い方の間であえて流行ってるみたいなところがあるらしいんですけど、あれ僕らの子供の時の時代のやつですからね。何年前なんやろな。小学校とかの時使ってた記憶があるから30年前とか。だから今でこそね、スマホで何枚も撮ってってできますけど、昔なんてね、本当に映るんですしかなかった。緑のやつね、あれを買ってさ、で30枚かなんかで限定なんすよ。まあ枚数が多かったら多かっただけちょっと高くて、値段も貴重なやつをこう厳選してこう写真を撮って、それを現像して見るっていう楽しみがあったけど、今は逆にそれがないから、だからこそなんか今ちょっと流行ってんのかな、そういう楽しみとして。でこの出せるんですの企画に関しては、その何が撮れてるかわからん状態で視聴者の方に届くっていうのは、これはどうすんの、やばいもん映ってたらって。ちょっとだってわからんわけやんか。確認してちょっとセクシーな写真撮って、実はほんまにポロリしてる可能性だってあるやん。事故って起こるから、生配信とかでもさ。だからドキドキするよねこれ。ぜひ届けたい。お、これはお弁当が、はい、取り上げました。カジキでか。はい、これでミッションクリアで、お弁当からチャンスゾーン。ラブホースマン、ラブホースマンやったかな。期待度 40% 一応ありますと。全身脱毛。これでもう 25% あります。期待度的には、あ、おー、いった。弱め弱め、青やったけどできましたね。
パーフェクトバーでいただきました。160ゲーム投資が5本でボーナスでございます。 CZ 痛めました、痛めましたっつった、痛めました。 CZ なんで痛めんねん。ショータイム赤7、よしよしいいでしょう、早かったよ。アメリカを狙いたまえ、アメリカを狙いたまえ、2個来い、よし、まあよしっていうかホットタイムは 10% ですけどね、よしなんかどうかわからんけど、あとチャンス、おーほーほー、もろた、このズル滑りたまらんっすよね。はい、オッケー、 10% 取った、止められへんよ今日は。アメリカを狙いたまえ、ボロタ、え、何も引いてないよな。はい、30ゲーム上乗せ、え、こんなことあんの。はい、動いてないと、まあ60ゲームで終了ですが十分でしょう。はい、145枚で AT プラス上の30ゲームいただきましたと、ええー、ねー、アメリカンドリーム。さあコロリセクシー写真に向かって突き進み、アメリカンドリームですよ、それこそね。あー、ディスク取れずダメだ、423枚で終了。まあ、しょうがないか。はい、それでは、私はカバネリでございます。まあ、抽選番号も良かったので、まあ、みんなカバネリ野菜って結構来てましたからね、選択は間違っていないはず。でも本当もうカバレ氏がブブブでもう爆出ししてくれたらもうそれでもう勝ちなんで、期待してる。でも割とカバレ氏も私も悪魔化は全然割とウェルカムな感じなので、ただでもスロットは負けたくない。ダブルじゃあまた、うん、ダブルこっちも、あら後期いいですね。どっちかは刺さったのでは。はい、カバネリチャンスです。イコマ苦手だけど大丈夫かな、頑張ります。よいしょ、いいよ、もう一回入れたいよね。おおおおおお、ダブル、いたいた、無敵、入りました、上手。でも10ゲームか、いや、はい、よしよし、無事にチャンスをクリアです。よかった、ダブル引けて、8000円ですね、投資が220ゲームです。まあ多分なんか早白ボーナスのような気がしてますけど、いや、うん、ねえ、そうだよね、早白ボーナスです。自力で頑張ろう。いやー、これはダメかー、結構頑張ったんだけどなー。あー、ダメでした。そう、
か、これで赤じゃない、あ、姿を知れますうーん、おー、やった、まさか、よかったです。250のところで行ってくれました。次は270で51ゲームですね。さあ次はエピボがいいですけど少し急戦になってます。ほい、すごいね、早いじろ頑張るしかない、いいよいいよ、ダブルきた、5000、これはいけるでしょう、さすがにまだ12ゲームあるし、あ、勝ってましたねいけました、糸も簡単に、うんうん、もう後でいいんですけどね、引くの、はい、無事に ST でございます。イエーイ、あー、いった、9000円だったら全然プラスいける、まあ本当最悪キャララインをキープできて様子見ながら動けたらいいなって思ってるんで、あとでちょこちょこハガリスの様子も見に行かなきゃ、よし頑張るぞさあ最初はどこじゃ、あ、お二人引けるかな、もうビバさん引いちゃおう、うーん、当てたい、中よ、ナイスナイス、お願い、あー、いいいいよいいよいいよ、あれ、あ、もう一回引っちゃうね、もう一回引きますね、じゃあどっちかどっちか行ってほしいですねもうこれはね、いやー大丈夫か、わー、どっちもやっちゃってる、やっちゃってる嘘だ、でもやっぱビバさん引くしかない、もう中、中にしようかな、いや、中、あ、もういけるでしょもう4回目だよ、あなた、あ、強強強、え、強い、え、でももう、もう、え、大丈夫ねえ、よかったこれでまずね駆け抜けたらね、ちょっと聞いてた話と違うとなりますよね、終わった、ね、いいですいいです。梅ちゃん。またいい数字出てこないかな。あ、弱っ。弱っ。いや、ほぼ200枚。218枚です。まあコツコツ行きましょう。あ、しかも広角もらってないじゃん。もう。あ、中でいける、また、あー、かんない、お、ダブル、よかったよかったよかった、あー、はい、タイトルいただきました、よし、いいねいいね、
やっかな、やっこいな、うん、200。結構ボーナス3回とかがね、鬼門ですよね、ここら辺が。おおおおお、違うね。こい、うん、ナイスナイス、どーありがとうございます。ビバ様オーランの時行きました。何気に順調だな。ちょっと大きめな枚数欲しいですけどね。お、ロネちゃん今度もちょっと、まあ、全て300枚オーバーがいい。あギリギリあ、でも、そうか、もうまくったんですね。とりあえずプラス1。まあちょっと、そうですね、減るけど、多分このまま終わると。さあ行こう。あー、ムメイちゃん、ちょっと怖いけど、引いたところでなんだよな。やばい3ゲーム作成です。違うんだ、うん、うん、いや引いてない。はい、そういうことです。4回で終了です。445枚。まあ結果トントンっていうね。はい、始めちゃって大丈夫ですか。じゃあ、はい、ということでいいとこ見せるんですということで打っていきます。あ、間違った。でもちゃんとね、今回やっぱり勝負ということで立ち回りが大事なんじゃないかなって思ってるから、まあここでまあ爆出しするか、まあ飲まれたとってパチンコに行けばもうボーンみたいなね、もう流れがもう見えちゃってるからいけると思う。皆さんこんにちは、セクシー女優の加賀里舞です。趣味はパチンコ、そして友達と麻雀。皆さんも噂に聞いたかもしれないですけど、代表作は下水管少女を代表作とします。人間やめてくれる、やめちゃう、やめちゃう、人間やめちゃうよこれ。そっかとりあえず人間やめてみまみだ。待って待って、まだ拍手じゃない、まだ拍手じゃないよ。まあまあでも任せてください。京都行ってきます。ちなみに私京都の勝率はいいんで、ここのね、ここの腕はいいですよ。ここのここだけね、本当にここだけなの。頑張る、出る。あーね、引いてる引いてる引いてる、ちょっと待って、いけてるいけてるよ、いけてるよいけてるよ。あっ来た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 、お前を待っていた。ほらね、私ここの引きはいいんすよ、ここの勝率はいいんだけど、こっからマジでこっからなの。171ゲーム標準では171ゲーム、とりあえずボルス取りました。さあ何だろう、レギュラーをやめて、レギュラーをやめて、はい、確認ボーナス取りました。666枚、余裕に超えてく。だから、うわ、ここだ、ここだった、あ、危ない、うわ、はっ、よし
ばいよ。ギリギリ。ここでベルを頑張って乗せればいいだけ。よし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 よスタンバイね、スタンバイね、スタンバイね。叫びない、頑張るよ。私いける、大丈夫、いける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 、ほら緑だし、いけるって。あーやばい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 、マジでやばいマジでやばいマジでやばい、落ちないで、お願い。1000枚目指しましょう。 Thank you。 完全勝利からね、引き戻しよね。そうよね、だってえ続きはこちらのリンクから。ほら早く早く押さないと地獄に落ちちゃうぞ。はい、5、4